輪廻、人の死と生をつなぐ命の循環、神が作り上げた魂のシステムだが、どんなシステムにも維持する人の手が存在する。お勤めご苦労さん。って違う、お前はワーキングしてねえだろうが。すいません。魂を導くお偉い霊媒師、今じゃ介護派遣を隠れ身にした霊災企業、魂の回収件数のノルマを課すことになった。こんな苦労しても同じ一件かよ、割に合わねえな。誰か目の前で死んでくんねえかな。止められた軽自動車の中から男性2人、女性1人がぐったりとした状態で見つかりました。インターネットを使った集団自殺とみられています。あいつら来るぞ。朝はろくに出社せず、昼はサボっているか愚痴と悪態ばかり。それでは死んでるのと変わらないんじゃないんですか。誰かが電波から出しても落ちてくやつがいる。必ず生きて戻ってきてください。死ねるかよ。生きてるって感じでしょ。だったら見せてやるよ、社会人ならではの強さってやつを。口おお、お疲れ、ご苦労さん。菊池ももう戻ったのか。早退だそうです。あ？おやすみ。